皆さんこんにちは。今日も本当、夏のような暑さですけれども、皆さんお元気でしょうか。先日5月27日はカンツォーネカフェプラスの方無事に終わりまして、ご参加いただいた方どうもありがとうございました。でそれが終わったと思ったら今度また10月のコンサートに向けて動き出しますので、一応今日が締め切りということになってますので、もし参加したい方、まだアンサンブルの方とか歌声 の, ところとか希望者があまりいないので、ぜひそちらもご参加いただければと思います。それでは今日もカンツォーネカフェ始めたいと思います。はい、ちょっとね今日人数が多くて狭いんですが、立ちになってお互いぶつからないように広がってください。はい、では体を動かしていきたいと思います。前の方もスペースありますので出てきてください。じゃあまず前に大きく倒します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8、もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ今度横に行きます。手をできるだけ遠くまで広げるようにして、1、2、3、4、反対側指先伸ばしながら5、6、7、8。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。戻ります。じゃあ体の前に片方の腕をパタンとくっつけて、さらにぐっと反対側の腕で引っ張ります。ねじる感じですね。で一回ほどきます。今度反対側ねじってほどきます。もう一度1、2、3、4、緩めて5、6、7、8、緩めます。じゃあ今度は肩をぐっと上げてストンと落としますね。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ肩前に4回ぐるっと回します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ首筋を伸ばします。じゃあまず前に倒します。後ろの方ずっと背中背筋も伸ばして、今度は後ろに反らせます。口元リラックスしてください。前に同時に手を下ろしていきます。じゃあ首を2回大きく回します。1、2、3、4、5、6、7、8。反対側1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ思いっきり上に伸びます。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ顔の体操です。
ごいことになりますが、じゃあ三村さんこんにちは、お席ありますか？大丈夫ですね。はい、じゃあ発声練習いきましょう。じゃあ口を閉じて唇合わせ目をこうビリビリちょっとくすぐったく感じるよぐらいで、じゃあダーの音低い音いきます。で胸にも響かせましょう。じゃあちょっとずつ口開いて、みめまもふ、だんだん下がっていきます。みめまもふ。そう、それで低い声出すときに大事なのは、全部をこう息が全部を声にするつもりで、息が漏れちゃう人が結構多いんですよね。息あんまりたくさん多めに出さないで、息少なめにして全部をこの響きに変えるつもりで、みめまもむ。そう、あんまりこう欲張って大きな音を出そうとしないで、みめまに響かせます。みめまもむ。じゃあちょっと音を動かしていきますね。じゃあ C のフラットから、いや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 でいきます。どうぞ。いや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 、口を縦に開きましょう。いや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 、しっかり口早く動かして自分がリードしてるようなつもりで、なんか今止まったところから、いや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 、だんだん遅くならないようにどうぞ。いや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 、上がります。いや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 、わわ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 わ
ど、ちょっとそのぐらいからじゃあ、今の市のフラットまで行ってるそうです。じゃあそっから行きますね。最初に音を声出す前に体準備しといて、どうぞ。では、今日日本語の曲はちょっとまあこれまでやってきた曲に比べたらまあ割と新しめの曲かなと思いますけど、1995年に発売された、Tomorrow 岡本真代さんの曲ですね、岡本真代さんの地元の友達を励ますために書かれた曲ということです。で、結構アップテンポな曲で、ちょっとまあ私も結構こういう曲苦手なんですけど、もともとバラードゆっくりした曲で書かれてたのをちょっとプロデューサーからアップテンポにしてくれと言われて、こういうアップテンポな曲になったそうです。で、まあ余談ですけど、マヨさんって真夜中に生まれたのでマヨさんだそうなんですね、お名前は。はい、ではまずちょっとね、こう結構音符が早いので一回ピアノで、弾いてもらって一緒に歌ってみましょう。何回か歌って慣れましょう。お願いします。感想。
繰り返しのマークがあって、そこにちょっと短く飛ぶ感じですね。うん、ちょっと進み方を、確認していただいたところで、もう一回行きましょうか。で、桜の時だったかな、なんかあの細かいのがありますよね。タンタターンとか、そういうところをこううまく乗っていくとリズム感が出てきますので、じゃあちょっとまた。止めながら行くかもしれませんけど、最初から行ってみます。お願いします。のんびりしすぎないで、しっかりリズムを入れていきましょう。
もう一回頭からいってますね。お願いします。カウントしてビールからいきますね。1,2,3,4 ビールの上にはほら月あかり、抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいこと。泣いてもいいよ付き合うから。
風に揺れているで、ドファファファ2番だけそうなんですね。1番がドドファファで、うん、なってますので、じゃあもう一回その真ん中の涙の数だけ1、2、3、4。涙の数だけ強くなろうよ、風に揺れている花のように、同じメロディーのところで、ララ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 ラ、同じ明日は来るようなんですけど、明日は来るよって言ってたのが、明日は来るよ、ちょっと違いますよね、そこ上から来るのと、うん、下からで、そこですね、微妙にちょっとフラットが6つついてるところからもう一回いってみましょうか。涙の数だけですね。じゃあ4つカウントしますね。1、2、3、4。涙の数だけ強くなろうよ、風に揺れている花のように、自分をそのまま信じて、you、mm-hmm.
ではカントーネのポピュラーの方は、先月から引き続き夢見る思いです。楽譜ありますでしょうか。今トゥモローのあれですか、進み方大丈夫ですか。では夢見る思いに行きたいと思います。まあ、前回からの続きですので、歌える方は大きな声で歌っていただいて、初めての方はちょっと最初聞いていただきながらだんだん入っていただければと思います。楽譜ありますですかね。足りてますか。はい、じゃあ一回やってあるので、そのまま一回通して、前奏から最初1番日本語で戻って、イタリア語で行ってみたいと思います。
ございます。皆さんなんとなくは大体こうついてきてくださってる感じですが、いつもよくなりがちなのが盛り上がるところですね。この胸のの音が、まあ、タイもついてて結構高い音で気持ちがいいのでつい伸ばしすぎちゃうんですよね。この胸のでもその後すぐこのときめって入るのでそこ忘れないで、うん、この胸のこのときめきを、まあ、ここを一息で言ってもいいし、この胸の息吸ってこの胸このときめきと言ってもいいんですけど、息吸う人はなおさらちょっと早めに息を取ってから言ってくださいね。ちょっとじゃあここのところ練習してみましょうか。じゃあ、この胸の入るその小節から弾いてもらいますね。どうぞ。1、2、3。この胸この子がちゃんと遅れないように入れればで、うん、なんかちょっとその子っていう子音が消えがち、ちょっとあんまり聞こえないのでこの時ぐらいに聞こえてしまう。こうっていう K の音ですね。ここをしっかり喉の奥でちゃんとこうと発音しましょう。もう一回じゃあ同じようにこの胸のの伴その前の伴奏から言ってもらいます。2、3。この胸人数が多くてなんか男女のバランスも今日すごいいい感じですよね、うん、こう男性の声の上に女性の綺麗な声が乗っかっていい感じです。じゃあもう一回、1番2番続けていってみてください。で私ちょっと歌わないで皆さんの歌聞かせていただくので、出だしも私に頼らないで、タタンタタンタタンあなたにこうそれぞれ自信持って入ってくださいね。Thank you.
出たので歌えてらっしゃるかなと思いますけど、まあ、で最初いいですよね。ののれたゆったりしたとこは大丈夫なんですけど、ちょっと忙しくなるところを練習をしましょうか。少し大変そうだなと思ったのが、左ページ1234段目ぐらいからですね、ペルケトゥーサイ、ちょっとこう硬い発音が多くなってくるとちょっと忙しくなりますよね。ペルケトゥーサイ、ペルケトゥーサイ、うん、で次もモルテピューコーゼ、モルテピューコーゼ、こう頭に子音がついてるだけだとまだいいんですけど、モルっていうのルとかね、これを、まあ、あんまり時間かけすぎると遅れてきちゃうので、まあ、入れるんですけど、モルテピューコーゼ、次の手には遅れないように。じゃあちょっとそのペルケトゥサイからいきなりいけますか。1、2、3、ペルケトゥサイ、モルテピューコーゼ、ディメ、大丈夫でしょうか。でまた最後の方ですかね、セトゥボライ、セトゥボライ、そこは甘いですね。でアスペッタルミクエルジョルドブライ、やっぱりクエルとかこの終わりにその音符の一つの音符歌う単語でクエだけだったらいいんですけど、クエルとかつくとちょっと忙しくはなりますよね。そこ遅れないようにクエルジョルノアブライ、ちょっとそこだけ練習してみますか。クエルジョルノアブライ、クエルジョルノアブライ、流れるようにもう一回、クエルジョルノアブライ、トゥットイルミアモーレペルテ、あとは大丈夫ですね。うん、ちょっと何箇所か言葉が忙しそうかなと思ったので、もう一回イタリア語の部分だけやってみましょうか。ノノレタ、その繰り返しで一番括弧で、戻るところですね。1、2、3、ノノレタ、ノノレタ、ありがとうございます。でちょっとこの曲、まあ、楽譜を眺めて気がついたんですけど、休符が全然出てきてないですよね、ほとんど、うん、でもうびっちり音符で埋まってるんですけど、なんかそれ几帳面に歌ってしまうとすごくベターっと重い感じになるので、フレーズの終わりはちょっと休符入れるぐらいの感じでも
たらあなたに、でまベターとね同じ強さで伸ばして愛さで愛するっていうとすごくこう色気がなくなっちゃうので、ちょっとあなたに少しねこうリクレあの記号で言えばこういうリクレッシェンドみたいな、愛されあ、うん、少しこう息を入れたりとか、ちょっとそういう風にあのこう音符通りで几帳面に歌わないで少し、うん、こう自分なりに抜くとこは抜いたりいろいろやってみてください。軽く歌えるようにもう一回だけじゃあ日本語言って、イタリア語言ってフルでやってみたいと思います。お願いします。
とうございました。じゃあ、この曲は2回目なのでこれでおしまいにしたいと思います。でちょっと5分ほど休憩を置きまして、今日は海に来たれ新曲でやりたいと思います。後半は海に来たれですね。ずっと前にもう何年か前に関東のカフェで1回取り上げたことがあると思うんですけど、また2回目になります。これはもう古くから伝わるナポリ民謡ですね。でこういう海にまつわるカンツォーネって、こう船人 の, セレナータ、これも月という言葉が出てくるので、夜なんですけれども、恋人に家の下で出てきてくださいっていうふうに歌うのと、またもう本当に船出してしまってナポリを置いて、もう帰ってこないっていうような船出、なんか2通り の, パターンが多いんですけど、この場合は純粋にセレナートですね、恋人に歌うという感じですね。で、船乗りが女性に思いを歌うラブソングですが、ちょっと内容を読んでみたいと思います。ああ目を覚ましておくれ恋人よ、月は海の上に雪のような白い光を広げている。おいで急いでおいで、あなたの船乗りの茶色い軽い小舟に。でもあなたは眠っていて、あなたの忠実な辛抱者のことを考えもしない。でも愛に生きる者は眠らない。夜に僕は海岸に飛び、あなたのもとに行く。そしてまた夜に心の中であなたを思う。海においで、船を漕ぎにおいで、あなたはあなたの船乗りと一緒に夢見心地になるだろう。という感じで、三拍子のこうね、本当船に揺られてるような、波に揺られてるような、ゆったりした曲です。ちょっと1回、ちょっと2回歌うと長いので、イタリア語で私歌ってみたいと思います。まずは日本語でいきますね。じゃあ前奏からお願いします。若い年
まず日本語ですね。まあ、結構古い言葉なので日本語の方が難しいかなと思うんですけど、目覚め、解く、解くはまあ早くですよね。その後はまあ大丈夫ですかね。こよこよ急ぎ船に我が愛しのされどなれ、あなたはまどろみ、我の松を知らず一人こよい寂しく愛しのなれを待つ、うん、大丈夫ですね。でちょっと言葉を入れにくいと思うのは、この我が心をただ君を思うよ、うとかね、ちょっとその処理が難しいかなと思うんですけど、君を思う、あんまりうを早く言ってしまうと間が持たないので、もうよもうよ、ちょっとよのちょっと手前でうに変えるぐらいの感じで、まあこう自分で歌ってみて自然になるやり方を考えてみてください。ちょっとじゃあそこの部分いきましょうか。右ページの、下から2段目、この我がからいきますね。1、2、3、この我が心をただ君を思うよ思うよぐらいのリズムでどうでしょうか。飛び出しすぎないように自然にもうよっていう感じで綺麗に入るかなと思います。あとは、うん、もう一回言ってみましょうか。で、なんとなく歌ってし文字だけ追って歌ってしまうと言葉が出てこないので、目覚め解く恋よ月は、目覚め解く恋よ月は、言葉の頭をこう自分でも歌いながら意識していきますね。じゃあもう一回前奏からお願いします。全然間違えるのを気にしなくていいの で次も波間に輝くって、もう一つの文章このぐらいだったらその時に覚えられますよね。で波間に輝く
こう見回しながらフレーズごとにちょっとその練習してみましょう。結構ねこれ大事なんですよ。で、ソロの方、まあね、アンプが一番望ましいんですけど、もし間違えたりしてしまいそうなら無理にアンプするよりはちゃんと楽譜を置いてこうかじりつきじゃなくてそういう歌い方でやればちゃんとお客さんに伝わるので、必ずしも楽譜を絶対外さなくちゃいけないっていうんじゃなくて、うん、ちょっとそういうのをね、なんか癖になっちゃうんですね、楽譜をずっと見てしまうっていうの。それを意外にこうできるもんだなっていうのをちょっとやってみていただきたいので、ちょっとやってみましょう。じゃあ今の感じで最初だけ見て、あとちょっと周りを見ながらで、また見て、次なんだったかな、見て周りをこう周りの方とちょっと目合わせながらやってみましょう。日本語で前奏からお願いします。その方がやっぱすごくこうかあの場の雰囲気も明るくなるし声もよく出ると思うんですね。ちょっとそういう方向でだんだん慣れていきましょう。じゃあ今度はちょっとあのイタリア語なので最初はしっかり見ていいですよ。じゃあデティデスタファンチュライ、言語でいきますね。1小節前とうんデティでいきますね。1じゃあどうぞ。君にあなたを起きなさい。ファンチュラ、ファンチュラってその美しい乙女、恋人ですね。
タンチュラおいこ来てください。で、これこのフレーズの中で一つの文章になってなくて、ラルーナスパンデウンラジョディネーベスルマル。ちょっとそのラルーナーって音楽の尻尾についてるのは次の言葉の文章の頭なんですね。ラルーナー月がで夜ってわかりますよね。スパンデウンラッジョ、ラッジョって光、ラッジョディネーベ、ネーベって雪なんですけど、まあその雪みたいに真っ白な光よっていうことですね。スルマール、マールは海、海にラルーナ月が真っ白な光を広げている。ちょっとそこまで音に乗せてみましょう。デティデスタファンチュラルーナスパンデンラジョディネベスルマール、じゃあ次また言葉いきますね。ビエーニビエーニってこれももう丸ごと覚えちゃってください。おいでおいで、いらっしゃいいらっしゃい、出ておいで。ビエニビエニタフレッタ、タフレッタ、まあ、君よ急いで、タフレッタ急ぐですね。ラブルーナで次もそのラブルーナリエーベバルカつながっていくんですね。ラブルーナって褐色のちょっと焦げ茶色の、茶色のっていう意味 でリエーベ軽い小さな、バルカは小舟、デルトオマリナール、そのデルトオ、まあ自分そのあれですね、あなたを思って思い慕っているこの自分、男の人ですね。自分の船が外で待っている。で、そこを歌ってみましょうか。ビエニビエニタフレッタラブナリエベバルカデルトマリナル。それなのにその船が待っているのに、ま、しかし、でも、ま、トゥ、ドルミ、君は眠っている。え、ノンペンシアルトゥオフィード。ノンペンシって、もっといろんな曲にいっぱい出てきますよね。語り語りもそう。僕のことを考えない。ノンペンサーとか。トゥオフィード。フィードっていう言葉もすごくよく出てきますけど、誠実なとか、あなたをこうもう思い慕っている。あなたに忠誠心、もう忠誠を誓って、心を捧げているもののことを何も考えないで君は眠っている。で、それに対比する感じで、まあノンドルメ、僕は眠れ、あ、僕はというか、まあ、キーですね、誰が眠れない。ビーベダモール、愛に生きる者は生きる、眠れない。これもすごくよくセレナータに出てくるテーマで、恋をしていてもう眠れないっていうのをよく。じゃあそこを歌いますね。マトゥドルミエノンペンシアルトゥオフィードマノンドルメキビベダモール。で、眠れないのでどうするかっていうと、イオラーノテアテボロスリード。イオ、僕はラノって、その夜に、あて、あなたのところへボーロ、飛んでいく、ボーロスリード。で、まあその歌ってるの海からなんでしょうね、その小舟に乗って。で、岸、リードってその浜辺、あなたの家が建っている浜辺に僕は飛んでいく。イオラノってあてボーロスリード、エラノってあてラ、そしてラノって夜に、あて、あなたのことをペンサ、まあ、そう、自分はノンペンサじゃなくてペンサ、自分はあなたのことを思います。ストコール、この心で君のことを考える。じゃあもう一回、じゃあその飛んでいくところから、イオラノってあてボロスリード、エラノVieni a Boga
いでよ。ビエにするマール、海においでよ。ビエにあ、ボガールってこぐ。こぎに、船をこぎにおいでよ。で、センティライは、まあ、その センティールで感じるなんですけど、何々するでしょう、センティライ。感じるでしょう。レブレッザ、その夢見心地を、君はセンティライ、感じるだろう。デルトゥオ・マリナール、君のその船乗りはもう夢見心地なんですけど、君も一緒に来れば同じようにこう船に揺られて、心地よい気持ちになるでしょうっていうところですね。じゃあセンティライからいきますね。1、2、3、センティライ、ちょうど4時なので1回だけイタリア語を歌っておしまいにしましょう。じゃあ、前奏からお願いします。じゃあイタリア語でいきます。デティデスサファンチュラララ7月8日の金曜日になりますので、よろしくお願いします。